台風10号は今日夕方から夜遅くにかけて愛媛に最も近づく見込みで、県内は明日午前中にかけ線状降水帯が発生する可能性があります。土砂災害に厳重な警戒が必要です。台風10号は今日午前11時現在、大分県国東市付近をゆっくりとした速さで北東に進んでいるとみられます。気象台によりますと、愛媛には今日夕方から夜遅くにかけて最も近づくとみられ、県内ではこの後、明日午前中にかけて線状降水帯が発生する恐れがあるとしています。県内でもすでに降り始めからの雨量が200ミリを超えている地点があり、現在宇和島市、愛南町、久万高原町に警戒レベル4の避難指示が出されています。県内では明日明け方にかけて警報級の大雨となる見込みで、明日正午までの24時間に予想される降水量は県内全域の多いところで200ミリとなっています。気象台は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫などに警戒するよう呼びかけています。